皆さんこんにちは。昨日これから自分の進路を決める中学生とその保護者を対象にした講演会が開かれました。講演してくださったのはある高校に就任後約5年で志願者5倍、偏差値プラス20以上へ上昇させた立役者として教育界で知られる中村先生でした。中村先生のお話は中学生だけでなくどの年代の人にも気づきと学びを与えてくださる内容だったので、私なりにアレンジして、削って、加えて、その内容をまとめてみました。さて、それでは緊張をほぐすためのアイスブレイクをしてみましょう。3から5人で1グループを作ります。私がお題、何々といえばという問いを出すので、一般的には〇〇ということで、他者に合わせて、答えてみてください。自分の好きなものではなくって他者の考えているであろうことを先取りして声に出します。何々といえばと聞こえたら〇〇とすぐに声に出します。ちょっと分かりにくかったかもしれません。でも例を聞いてくださいね。例、例えば私が果物といえばと言います。すると皆さんはあなたが言いたいことではなくって周りの人たちがこう言うだろうなっていう言葉を想像して言ってもらいたいんです。じゃあもう一回言いますね。果物といえば、いちごという感じです。声がかぶさると思います。でも気にせずに言ってみてください。どれぐらい一致させることができるでしょうか。じゃあ、〇〇といえばということでやってみたいと思います。さあ、かき氷のシロップといえば、せーの、いちご。レモンとか、他にみぞれ味とかブルーハワイっていう人も時々いるんですけどね。かき氷といえばそのシロップは何味かっていうところでした。さあ、では2問目はイタリア料理といえばパスタ。はい、こちらはパスタもしくはピザ、どちらかに分かれることが多いんですけどね。どうでしたでしょう。さあ、ではオリンピック競技といえば陸上。水泳っていう人もいたな。それからフィギュアスケートっていう人もいました。それでは最後ですね。あ、違った。おでんといえばせーの、卵。いやいや、ちくわでしょうとか大根でしょう。いろいろ意見があると思います。じゃあこれが最後ですね。東京オリンピックは開催可能？はい。はいかいいえ。どちらかになったと思います。で、最後の質問。東京オリンピックは開催されるでしょうかっていうことについてなんですけれども、ここでね、私たちは気づきを得ることができるわけなんです。こんな東京オリンピックという国際的な行事ですけれども、私たちの意識がそれを可能にするか、それを開催不可にするか、が決めるということです。私たち日本人がホストですよね。ホストである私たち一人一人の意識が全てを決めていきます。私たちの空気がぜひ東京オリンピックを開催しようという気持ちになっていればきっと開催できるだろうし、もし無理でしょうという雰囲気が広がっていればきっとそれは中止になるでしょう。気持ちが大事なんです。経済活動である景気もそうです。景気の気は気分の気と書きますよね。消費活動をしようと思う人々の気持ちが高まれば好景気になるし、人の人の気持ちが冷えていると消費活動を抑えて不景気になるのです。気持ちがいろんな事象を作り出しているのです。何事についても私たちの日々の気持ち、意識が大事ということですね。これが重要なポイントです。さて、ここでクイズです。何が住んでいるクイズです。当ててくださいね。では行きます。山があります。その山の下麓には大きな洞穴があります。調査員が2人やってきて、一体この穴の中には何が住んでいるんだろう、調査し始めました。さて、ここの黄色い部分ですね。
ここには何が住んでいると思いますか？ちょっと考えてみてください。チッチッチッチーン。答えはヘビでした。なぜヘビか。だって答えはそこに書いてあるんですもの。ちょっと絵を見てください。字に見えませんか？ヘビって書いてありますよね。私も初めこれを見た時にはちっともわからなくって、モグラが住んでると思ってました。でも書いてあるんです。答えが画面にしっかり示されてるんです。これですよね。私たちって物を見ているようで、実はしっかりとそれを見ていないんです。さて、ではもう一つ。今度はめちゃくちゃ簡単な問題出しますね。福山駅前の通りっていうのは結構碁盤の目のようにできていますよね。こんな感じ。さて、おばちゃんが切り盛りする駄菓子屋が見えてます。さて、ここで問題です。簡単なクイズですね。先ほどのクイズありましたもんね。では聞きます。この駄菓子屋を切り盛りしているのは男性だと思う人。はい、その人は騙されました。私はおばちゃんが切り盛りって説明しましたよね。人の話って聞いてないもんですね。先ほどヒントとして、ヘビって書いてあったっていう、その先入観がこの答えを間違わせてしまったわけです。でもここでおばちゃんって言ったところを、ピッと聞き取って女だって思った人、大正解。すごいなって思います。そう、このクイズ2つでお伝えしたかったことは、私たちは見えているようで見えてない、聞いているようで聞いていないっていうことです。こういったことって実は日常生活いっぱいあるんですよね。で、これは心理学的にも実験が何度も重ねられてきて証明されている事実なんです。だから私たちはこの事実にまず気づくことが大事ですね。このように見ているようで見ていない、聞いているようで聞いていないっていうことが多いことに気がつきましょう。そしてこれからコミュニケーションをどう取っていくか、これからどう生きていくかを決めるのが私たちです。いつもと同じリズムではいつもと同じ結果にしかなりません。生活を変えなければ結果は変わりません。親子関係も人間関係も勉強の成果も全て同じです。どうなりたいか、どうあるべきか、どうありたいかですね。どうなりたいか、それを決めるのは自分、そして変えるのも自分なんです。さて、皆さん、これらの項目、どれぐらいの点数になりますか？できてますか？表情が明るい、服装がきちんとしてる、髪型が爽やかである、声がハキハキしてる、丁寧な言葉が使える、姿勢、態度が良い。さて、どれぐらいできてるか。実はこれは、面接で人を評価するときに使うチェックリストでした。面接とか大事なときにだけこれらを実践しようと思っても、実は無理があります。日常的に意識していなければ、とっさにはできないことばっかりなんですね。必ずボロが出てしまいます。コミュニケーションの取り方や、そして今このリストに上がっている事柄、日常の中に取り入れていきたいですね。さて、これからは勉強のお話、学びのお話です。なぜ私たちは学ぶのかっていうことですね。時代は劇的に変化しています。10年前にはなかった仕事が生まれ、それまでにあった仕事は機械、AI に変わりました。これからもどんな変化が起きてくるのか。今も、そしてこれからもいろんなことを学べなければ、学ばなければいけない、生きていけない時代です。もちろん、これまでもそうだったんです。日本が世界一繁栄して、世界一治安が良く、世界一礼儀正しいと世界から称賛されるのは、先人の方々が積み重ねてきてくださった学び、実践のおかげです。生きることは学びなのです。
その学びっていうのは学校だけの、学校での教科の学びを指しているわけではありません。もっと広い範囲、人生における学びです。学校での勉強も私たち学ぶ側も変化が求められます。これまでの日本の教育は正しい答えは何かが求められてきたという背景がありますが、これからの勉強で重点を置くべきことは What じゃなくて Why です。なぜです。自ら問いを立てて、それに仮説を立て検証していくという姿勢が求められていきます。例えばその問いというのは日常生活にいっぱい転がっています。福山市内にはたくさんのスーパーマーケット、ハローズがあります。数百メートルごとにありますよね。それはなぜかな、なぜだと思います？そのなぜかなっていうところから学びが始まるのです。回答の一つを示すと、ドミナント戦略というものがベースにあります。距離を近くにすることで商品の配達料金を抑えることができます。そしてどこでもハローズという表彰が見えますので、宣伝効果も抜群です。このように日常の中で学びの種はたくさん転がっているのです。さて、では振り返ってみて、1853年日本ではどのようなことが起きたでしょうか。それはペリー来航でした。 What の学習であれば、1853年には何がありましたか。ペリー来航ですで終わりです。しかし Why の学習はそれだけでは終わりません。まず、なぜペリー、アメリカだけが日本に開国を迫ってきたのか、そしてなぜそれはアメリカだけだったのかです。当時の日本はヨーロッパの国々からも開国を迫られていました。それでもヨーロッパの国々は来なかった。なぜか。それは彼らがクリミア戦争という戦争中だったからです。国内のことで手一杯だったからです。ではクリミア戦争時に生まれた看護の礎を築いた人は誰ですか。それはナイチンゲールです。ナイチンゲールはイギリス軍看護師団のリーダーとして派遣され、病院内の劣悪な衛生状態を目の当たりにしました。まずナイチンゲールはこの衛生面の課題を解決するため、統計に関する知識を駆使してイギリス軍の戦死者のデータを分析し、死亡の原因を戦闘による傷そのものよりも病院の衛生状態であることを官僚に訴えました。その時の書がこちらです。グラフを使って視覚的なプレゼンテーションになっています。統計を学ぶことで世界を変えることができる一例です。そしてこのペリーの黒船に乗せてくれと小さな船で乗り出してきた男がいました。それが後の偉人たちを輩出する松下村塾を開いた吉田松陰でした。この江戸の時代、当時の江戸は治安が世界一良かったとされています。現在の東京人口が1400万人で、警官は4万人ですが、当時の江戸には、その25万分の1の人口55万人しかいませんでした。でも同じ割合にすると警官は1650人が必要になります。ではここでクイズです。実際に何人が江戸で警官、警察の役割を担っていたでしょう。答えはなんと北町奉行、南町奉行合わせて28人、昼夜合わせてなので常時は14人しかいませんでした。それぐらい江戸時代は統制が取れていたということです。はい、ということで、先ほど見たのですけれども、見たものをもう一度確認してみますと、なぜアメリカだけ来たんだろうか。クリミア戦争があったからヨーロッパの国々は来れなかったんだな。クリミア戦争で生まれた偉人誰だったかな。ナイチンゲールでした。でナイチンゲールは数学者で統計を学んでいた。で統計というものを使って
上司に訴え、政府に訴えることによって、その戦場の悲惨な状況を改善することができました。訴える力、変える力、これを統計というものを学ぶことによって、私たちは手に入れることができるんだということを学びました。そして黒船ですね。黒船は、吉田松陰が、その当時、大国を目指そうとして、船で漕ぎ出た、だな。そしてその吉田松陰は、後ほど、松下村塾というものを作り、そしてそれが世界を変えていきました。教育が世界を変えるということを実現した、目に見せた人物の一人であります。で、それから、江戸時代ってどんなものだったのかな。世界一、治安は良いし、教育文化も世界最高水準でした。また、衛生状態もとても良くて、上下水道が完備されていた、そんな街であったという。一つこの1853年というキーワードからいろんな学び、興味が引き出されていきました。私たちは頭が良い悪いとか言ったりしますよね。実は頭の良さというのはアウトプットで決まるとされているんです。そのアウトプットって何か、適切な反射ができることです。何かをこう問われた時に、これとこれとを結びつけて、こういう結論が言えるんじゃないかな。これとこれを結びつけて、こう考えることができるんじゃないかな。そういうふうに、自分で瞬時に、こう、組み合わせて、掛け合わせて、いろんなものを生み出していく。それが頭の良さだ、というんですね。で、そのためには、どうすればいいんだ、ということなんですけれども、その、頭の回転が速い人、っていうのは動体視力が良いということが言われています。動体視力、動いているものをパッと瞬時に捉えて表現する力ですね。本を読むスピードも関係しています。一行ずつ、一文字ずつではなくって、さっと読んで、そして大枠の意味をぐっとつかむことができる。そういうことを練習していくことが大事かなって思います。インプットしたことを必ずアウトプットする、声に出す、人に伝える、誰かに説明する、こういったことをすることで、どんどんと私自身も皆さん自身もウィンウィンの関係で、どんどんこう開拓されていくわけです。だからぜひアウトプット大事にしましょう。はい、先ほど何という字が見えましたか？はい、先ほど何という文字が見えましたか？1回目は散歩、そして2回目はマラソンでした。パッと見た時にその全体像を把握するっていうことを一度やってみてもらったわけです。うまくいきましたか？さあ、投げたものは必ず返ってくる。 What goes around comes around。 これどういう意味かなんですけれども、こういったことです。思いが自分を作っている、思いが自分自身の人生を作っていく。なので、私はこういったところが嫌いとか、私はこの算数が苦手とか、そういうふうに思い込んでいると実際に苦手になってしまいます。そんなの現実があって、思いが後からくっついてくるんじゃないのって思うのが大半だと思いますけれども、今、脳科学の分野では、その反対が言われています。自分がそう思うからそうなる。これは、もう多くの人たちが口を揃えて言ってることなんです。いや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 って、思っちゃうところもあるかもしれない。でも、それをちょっと信じてみましょう。まずは信じてみましょう。思いが自分を作るんだ。だから、苦手だって思う前に、よし、やってみよう。興味持ってみよう。ちょっと考えてみよう。そういうふうに、こう、ちょっとスイッチを入れ替えてほしいんですね。はい。その、先ほど言った goes around という意味はどういうものかっていう意味なのかなんですけども、例えばこのライフル、こう、敵に向かってドン、撃つライフルですが、このライフルをこの電柱に巻いたら、どんな風になると思います？そう、自分が撃った弾は自分の頭にズドン来るっていうことです。だから自分が発している言葉、自分が行動すること、それは必ず自分に戻ってくる。そういうことです。投げたものは必ず返ってくる。What goes around comes around。 だから自分を信じて、
自分は絶対できるっていう思いを発信してください。そうすると、その言葉が自分の心に、体に入ってきます。ちょっと意味は異なるかもしれませんが、情けは人のためならずとも言いますね。押し出せば戻る古の水です。自分が放出したものは必ずまた自分に戻ってくる。それを体の中に、意識の中に置いておいていてほしいなって思います。では、ちょっとしたクイズしてみますね。はい、これ見てください。この図を見てください。しっかり見てください。はい、終わりです。さ、この中で黒のマークはいくつありましたか？誰か答えられる人いますか？即答できる人はまずいてないんじゃないかと思います。では、こちらもう一回見てください。二重丸はいくつでしょうか？さあ、7秒以内で数えてくださいね。はい、7秒経ちました。さて、答えはいくつでしたか？はい、6つありました。1、2、3、4、5、6、6つ二重丸がありました。ここで何を伝えたかったかっていうと、意識かける行動イコール未来だよっていうことです。初め見ていただいたあの図見といてねって、ただ具体的な指令もなく、ただ見といてねって言われた時、あのテーマもなかったので、何にも結局頭に残ってないわけですよね。まあ、いろんな丸とか三角とか、黒い三角、白い三角、それから四角があったぐらいしか覚えてません。けれども、目的をしっかり伝えたとき、目的を持ってみたとき、皆さんはそこに照準を当てて結果を出せたと思います。二重丸はいくつありますかと聞きました。しかも7秒以内に答えてって言われたので、のんべんだらりと見るわけにもいきません。瞬時に、どれが二重丸か、確認したと思うんですね。そういうふうに、やる気、そして目的があると、人間は成果を出すことができます。反対に、先ほども言ったけど、闇雲にやったり、やる気がなくあっても、何にも残らないんです。意識×行動は未来です。意識、まあ目的ですね。目的がゼロ、やる気がない。目的もない。がゼロであったらば、行動にそれをかけ、いくら掛け算しても、ゼロなんですよ。意識と行動が未来を作る。それをぜひ皆さん心に刻んでほしいと思います。私たちは起きて、今日一日食べるものがあるかないか、今日もしかしたら銃に撃たれるかもしれない、そんな怯えて生活していませんよね。学校に行ける、ご飯が食べられる、友達と話せる、学びがある、すごく恵まれていることです。この日本でこうやって生活させてもらってる、すごくありがたいことです。これは先人の方々が大いなる犠牲と努力を払って可能にしてくださったことだから、この一日一日というのは私たちが与えてもらった宝物なんですね。今こうやって学校に来させてもらってる、勉強させる機会を、勉強する機会をもらえてる、それはすごく幸せなこと、それをぜひ分かってもらいたいなって思います。世の中では学校にも行きたいけど、生活のためにずっと働かなければいけない子どもたちって本当にたくさんいるんです。児童労働って言います。またそれはテーマ新たに立ててお伝えしたいと思いますけれども、私たちが与えられた機会、これは世界をより良いものにするために与えられたものなんです。自分のためで、それ自分のためではあるけれども、それだけではありません。家族のためであり、また人類、人のためなんです。今を生きるため、そして未来を生き続けるために学び、新たな気持ちで挑戦してみませんか？はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。
では、またお会いしましょう。またね。